進むのみ。よくやってくれた運長。さては援軍を立ちに来たか。それなのになぜわしがこんな目に。
長、意を貫き進むのみ。おやおや、今頃可否に何の御用ですかな。戻る地をお間違えとは言葉もありませぬ。この手なんともないわ。可否城内には無数の兵を貫かん。わしを倒したところで何も変わらんわ。決めますぞ。我らが倒れたとて城内はすでに掌握済み。今更できることなどありませぬぞ。敵将討ち取ったり。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。我が方が不利か。皆、奮戦せよ。我が義を貫かん。敵将、討ち取ったり。俺に勝ってもこの城は取り返せないぜ。城内はすでにこちらの兵で溢れてるからな。陳旧。兄者に対する不義理、その責めは負ってもらおう。不義理、裏切り。いえいえ、我らは助手のために立ったのです。あなた方は玉殿が助手を治めていることを快く思わなかった。ゆえに変な気を起こされる前にこちらが行動を起こしたまで。おとなしくこの地より去っていただきましょう。陳旧殿、光純殿、宗波殿がやられた。我々では残った兵を統率できぬ。えい、嘆いていても仕方がない。前線から可否の防衛に陣を割こう。潘雲長、意を貫き進むのみ。ここで劉備軍を滅ぼしてやるのだ。みんな、劉備軍を食い止めろ。貫かん。城は何としても死守するのだ。押し返されたかと。将領様に伝令、可否より応援要請です。陳旧様、光純様、宗波様、敗走とのこと。救援したいが、私は巨匠を守らねば。誰か可否への加勢をお願いしたい。防御体制。
我が義を貫かん。オーケー。最強の俺たちを忍ぶとは、上には上がいるってことか。クソ、どうなってるんだ。劉備軍の方が強いなんて、そんなはずは。潘雲長、義を貫き進むのみ。ようこそいらっしゃいまし。今後とも に呪神より伝令、炎術様敗走とのこと。我が魂の時、受けてみろ。これは持ち場を離れられん。他の将に炎術様の安否を確認させよう。劉備軍を食い止められぬとは。炎術様、申し訳ありません。よし、ここで防御体制を取るのだ。進め。我らが軍の屈強さ、思い知らせてやれ。おお、ありがてえ。さすがは劉備様の軍勢だ。潘雲長、義を貫き進むのみ。やってくれるぜ。さすがは兄者だ。
たくば私を超えてみよう。超文猿ロテマイル。少量を手こずらせるとは生意気なやつだ。俺が潰してやる。我が義を貫かん。我が渾身の策を喰らえ。シキラどもが小尺な真似を。バカだ、俺が負けただと。次に会ったら命はないと思え。取り逃がしたか、ヤフ殿。申し訳ござらぬ。兄者、実は感謝します。しかしなぜ曹操殿は私を招いたんだろう。今はその行為にすがるしかないんだ。俺が可否を取られなきゃこんな目には。次こそは呂布を叩き潰してやる。巨匠へようこそ。私からの伝言はちゃんと伝わったようだね。あなたは。ああ失礼。私は各方向曹操殿の軍師を務めている。で、何の企みがあって俺らをここへ呼んだ。計算高い曹操殿のこと。ただ呂布の手から我らを救っただけとは思えぬ。疑り深いね。そう警戒せずとも大丈夫だよ。まずは戦の疲れを癒すといい。夜は盛大に歓迎の宴でも開こうか。ああ、その前に劉備殿には曹操殿のもとへ行ってほしいな。首を長くしてあなたをお待ちだから。どうやら二人きりで話したいことがあるそうだよ。曹操殿が私を。曹操殿、なぜこうも私を愚してくれるのだ。一度は敵として戦った私は。わしは刀剣と戦ったのだ。お主に遺恨はない。敵する者を皆斬っていては天下に人はいなくなる。才ある者ならばなお惜しい。だがお主がわしと同じく英雄たる者ならば、そうは言って俺にやもしれんな。失礼した。しかし英雄などと、私はこの通り雷にも驚くような男なのだ。劉備よ、お互い
己が目指すところを全うしたいものよな。曹操は気味が悪いくらい俺らをもてなしやがる。何企んでやがるんだ。わからぬ。呂布を共に討つためなのかと思ったのだが、そうではない様子で。これからどうするよ。兄者が奴の臣下になるってんなら俺はそれに従うぜ。いや、今は庇護に甘えているが、このままでいるつもりはない。曹操殿は私を警戒している様子。遠くない未来、相入れぬ敵とみなし、我らを攻撃してくるかもしれぬ。今は甘い顔してるが、取り込めないと分かれば潰すってわけか。けっ、曹操は考えそうなこった。そうとなればできるだけ早く次の一手を考えねばなりますまい。次か。そうだな。だが今しばらくはここで世の情勢を見たいと思う。私の取るべき手、それを見極めるために。